最高に嬉しいです。そうですね、いろんな思いがね、98年優勝してからその後、なかなか勝てずに、自分ももう一度っていう気持ちで、現役時は優勝できずに、監督として、もう本当に優勝できて嬉しいです。今日はどういう思いで試合を迎えたんでしょうか。毎日毎日選手たちに伝えたことは、もう今日の試合全力で持ってるものを出し切ろうと、それを続けてきて、今日まで来ました。今日もその同じ気持ちで、全員が戦ってくれた結果だと思います。この今日の試合、先制点は日本へベースターズで帰ってきた須郷選手のホームランでした。もうね、優勝するために横浜に戻ってきたということでね、言葉通り今日も、勢いをつけるホームランを打ってくれました。日本一の勝った先発投手は大関投手、結果は4回1失点、その後リリーフ陣がスコアボードにゼロを刻みました。今日に限らずリリーフ陣の成長をこの短期決戦感じるような今日の戦いでしたね。そうですね、クライマックスからもそうですけども、本当にもうみんながつないで、リリーフ陣もね、最高の働きをしてくれました。レギュラーシーズンは3位で終えましたが、クライマックスシリーズから勝ち上がって、まさに今シーズンのスローガン、進化、横浜進化となりました。このチーム、この期間は選手、監督からご覧になっていかがでしたか。試合をするたびに選手たちがね、進化して、次の試合に臨んでくれましたし、この短期間で本当に中身の濃い期間を過ごせたと思います。ありがとうございました。2連敗の後、4連勝での日本一となりました。このシリーズを考えていかがでしょうか。強い相手だったので、本当にもう毎試合全力を出さないと勝てないというチームだったので、ね、それが選手たちもね、また福岡に行って、気持ち一つにして勢いをつけて帰ってきて、またここ横浜で、全員がね、最高の力を発揮して一つになれたと思います。戦いも多かった中、日本一を横浜スタジアムで決めました。横浜で日本一決めましたね。最高のファンの方の前で優勝できて最高に嬉しいです。ありがとうございます。ベースターズを応援し続けてくれたファンの皆さんに最後メッセージをお願いします。はい、苦しい時も、しんどい時もね、常に信じて応援していただきありがとうございます。この日本シリーズ優勝、皆さんと一緒に、喜び会えたこと、最高の気持ちで嬉しいです。ありがとうございます。